としては初めてのコンテストで感じます。リーチ難度は自由、民主主義、人権、この試合といった選択価値を共有する重要なパートナーであります。両国間には人的交流、あるいは気象交流の活性化を含む幅広い関係が進展をしていることを感じています。ニュージーランドとですね、秘密に連携をしながら、アジア太平洋地域における法と、この視野に基づく平和と安定、ルールに基づく自由な貿易および投資を推進していきたいと思います。今回の首相の訪日を提供した両国関係を力強く前進させていきたいと思います。Thank you, Prime Minister, for the opportunity tonight to pay special greetings to the Prime Minister to Japan. And thank you for Japan's warm hospitality and your wish for it. 安倍総理、大変ありがとうございます。今回は私にとって首相になって初めての正式の実務訪問を日本にさせていただいております。日本からいただいたご寛大な、ご歓待、また総理よりの温かいご歓迎のうち、御礼申し上げます。おっしゃってくださいましたように、日本というのはニュージーランドにとっては最も重要なパートナー国の一つである共通価値を共有している国同士であります。頻繁にハイレベルの相互訪問もございますし、活発な貿易投資関係もあります。またおっしゃったように人的交流も非常に盛んであります。再生可能エネルギー、農業といった新しい分野においても、今回新たな協力が増進しそうでありまして、喜んでいるところであります。またラグビーワールドカップをはじめといたしまして、東京オリンピック・パラリンピック2020のご主催も決まったということで、お祝い申し上げます。2021年にはマスターゲームも控えているところでございます。で、本日発表させていただいたんですけれども、前年の2018年にオールブラックス、日本に訪問させていただいて国際試合をすることになっております。購入は二国間の関係問題に加えまして、域内の安全保障問題等、日本側のご意見を受け止まりたい、そして理解を深めたいと思っているところであります。また、双方の TPP に対しての固いコミットメントも改めて確認させていただければと思っております。今回はマクレー貿易大臣も同行させていただいておりまして、彼も域内で非常に精力的に TPP の話を進めているところであります。はい、報道対し願います。次に両首脳による共同記者発表を行います。まず安倍総理からご発言いただき、続いてイングリッシュ首相にご発言いただきます。それでは安倍総理、お願いいたします。 Prime Minister Abe, floor is yours. イングリッシュ首相のアジアへの初訪問、そして訪日を今日から歓迎いたします。日本とニュージーランドは自由、民主主義、人権、法の支配などの普遍的価値を共有する重要なパートナーです。両国は同じ太平洋の島国であり、両国民も自然な親しみを感じて交流を深めてきました。長年にわたる友好協力の絆を大変嬉しく思います。先ほどの首脳会談では有意義な意見交換を行うとともに、両国の協力関係をさらに強化するという私たちの決意を示すメッセージをまとめることができました。自由貿易の基礎として緊密に連携し、 TPP の早期実現、質の高い RCEP の早期妥結を目指します。イングリッシュ首相の下、ニュージーランドが日本について TPP 協定を批准したことを心から歓迎いたします。本日スポーツ協力を一層深める覚書が結ばれたことを大変嬉しく思います。日本は2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピック等の成功に向けて取り組んでいます。スポーツ大国ニュージーランドとの協力を楽しみにしています。両国はともに大震災を経験し、助け合ってきた友人であり、防災分野の協力も進めていきます。防衛、太平洋島しょ国支援など幅広い分野での協力をさらに進めることで一致しました。地域と国際社会の平和と安定についても幅広く意見交換を行いました。私からは自由で開かれたインド太平洋戦略について説明し、南シナ海など海洋安全保障に関するものを含め、法の支配に基づく自由で開かれた
国際秩序の維持強化の重要性を確認しました。北朝鮮の核ミサイル開発と挑発に対して断固とした対応を取ること、拉致問題の早期解決に向けた連携について一致しました。今回のイングリッシュ首相の訪日を新たな契機として両国の友好協力関係を一層強く深いものにしていきたいと思います。ありがとうございました。続きましてイングリッシュ首相お願いいたします。 Thank you very much. Prime Minister English, floor is yours. Thank you, Prime Minister Abe, for the opportunity to visit Japan, for your hospitality and your warm words of welcome. 日本訪問の機会を作っていただいた安倍総理にご歓待いただき、また温かいご歓迎の辞をいただいたことを御礼申し上げます。Japan is one of New Zealand's most important partners and one of our long-standing partners in the Asian region, and I'm pleased that as it is the first destination in Asia that I have visited as Prime Minister. 日本はニュージーランドにとって最も重要なパートナー国の一つであります。特にアジア太平洋地域において長きにパートナーであるということであり、今回首相として初めてアジア歴訪することになり、その中で最初に日本に伺えて嬉しく思っております。We have many areas of common interests, including trade and investment, science and technology, defence and security, and some newer areas of cooperation around agricultural technology, and renewable energy. 両国には貿易、投資、科学技術、防衛、安全保障上の協力といった昔からの共通関心事の分野から新しい領域である農業、再生可能エネルギーといろいろあります。Today we had an exchange of views on pressing regional and international issues such as North Korea, the Pacific, and the threats to regional stability. 本日も緊急性の高い地域内の問題等について北朝鮮太平洋地域、また国際的な緊張の高まり等についてお話しさせていただきました。Prime Minister Abe and I are united in continuing to call for North Korea to comply with its United Nations Security Council obligations and abandon its weapons program. 北朝鮮に対しましては共に日本と協力し合い核プログラムを放棄するよう、そして国連安保理の義務を履行するよう強くアピールし続けていきたいと思っております。We also had a useful conversation about the South China Sea. The Prime Minister and I agree that international law needs to be maintained in the region. で、国際法を域内で遵守することが非常に重要であるということ、これは南シナ海全体についても言えるといったようなお話も本日させていただきました。We also discussed the Trans-Pacific Partnership, acknowledging the leadership of Prime Minister Abe.On taking it forward. Like Japan, New Zealand has now ratified the agreement, and we look forward to working together to progress the TPP. TPP についてもお話しさせていただきました。安倍総理のリーダーシップ、高く評価しております。TPP をさらに前進させようとなさっているからです。日本と同様、ニュージーランドも TPP を批准いたしまして、共に前進させていくことを楽しみにしております。At this time of international uncertainty, it's more important than ever for outward-looking trading countries like New Zealand and Japan, who stated their principles clearly, to demonstrate our commitment to international trade, and to regional economic integration.国際的な不確実性が高まる中、外向きの貿易立国同士であるニュージーランド及び日本が原理原則についてはっきりと物申すことが重要であるというふうに思っております。そして改めて国際貿易と経済統合へのコミットメントを身をもって示すことがなおさら重要になってきていると感じております。So I'm very pleased that New Zealand stands alongside Japan in taking this important regional agreement forward. My Trade Minister Todd McClay,Who is here with me today will continue to work together with the Japanese Trade Minister, including at the upcoming TPP Trade Ministers meeting in Hanoi.ニュージーランドは日本と肩を並べ、この重要な域内協定の前進の一緒に努力させていくことができることは嬉しいことであります。マクレー貿易大臣、本日同行しておりまして、今後とも日本の通商担当大臣とともに協力させていただきます。ハノイの TPP 閣僚会議も同じであります。
Finally, I'd like to congratulate Japan on winning the rights to host not only the Rugby World Cup in 2019, but also the Olympics in 2020 and the World Masters Games in 2021.最後に日本が2019ラグビーワールドカップのみならず2020オリンピック2021ワールドマスターズゲームと主催なさることになったこと心よりお祝い申し上げます。Having hosted the Rugby World Cup in 2011 and being the current holders of the Rugby World Cup, New Zealand is ready to provide Japan with any support they need to ensure the tournament is a success.我が国も2011年にラグビーワールドカップ主催いたしましたので若干経験もございますのでまた現行 の, あのチャンピオンでもございますのであの日本に対しましては日本のゲーム成功が収められますように何なりとお手伝い申し上げますのでお申し付けください。 After Japan's exciting win against South Africa in the last Rugby World Cup, Prime Minister, we look forward to your team doing well on home soil.あの日本は前回南アのチームを破られたのであの今度も日本大会でございますのでさらにご健闘をお祈りしております。 Just not at the expense of the All Blacks. でもあのニュージーランドチームのオールブラックスには勝たないでください。 Prime Minister Abe, thank you for your commitment to building on our long-standing relationship. Thank you for your kind words and your warm welcome. 安倍総理、改めて長きの関係についてまたご親切な言葉、温かいご歓迎の辞をいただいたことを深く御礼申し上げます。 皆様こんばんは、安倍晋三でございます。イングリッシュ首相、そしてメアリー夫人の本日をここから歓迎いたします。ニュージーランドといえばもちろんラグビーです。言わずと知れた世界最強のニュージーランド代表チームオールブラックスはワールドカップ2連覇中であります。先週私は京都に赴きまして2019年東京で開催されるラグビーワールドカップのプール組み分け抽選会に出席をいたしました。そこで私もボールを引いたのでありますが私がただ一つ念じたことは頼むからニュージーランドとは同じ組にしないでくれということがありました。At the pool draw, I also made a draw. Only thing I had in mind and hope for is that, for heaven's sake, please do not put us in the same pool as New Zealand. 願いが天に通じたのか分かりませんが、日本とニュージーランドは別の組になりました。まだワールドカップまで2年あります。日本代表チームがますます練習に励み、そしてできればニュージーランドとは決勝戦で相まみえたいと思います。先ほどニュージーランド首相から来年オールブラックスを日本に派遣するという大変嬉しいお話がございました。ぜひ来年決勝戦の前哨戦としたいと思っております。ご自身もラガーマンのイングリッシュ首相と共に決勝戦を観戦できることを記念して大会記念ボールをお渡しいたします。I would like to pass this tournament memorial ball to Prime Minister English, who himself is a rugby player, hoping that we will be able to together watch the finals between the two. Japan and New Zealand between people and people communication is very active. From Japan, annually, 10,000 people visit New Zealand. Lord of the Ring.ラストサムライといった映画のロケが行われた場所、いわゆる映画の聖地を訪れる日本人も多く、留学生も1万人います。ニュージーランドでは2万人以上が日本語を学んでいます。毎年250人の若者がジェットプログラムで訪日し、英語教育や文化交流で活躍しています。こうした活発な人的交流が両国の強い絆の基礎となっていることは喜ばしい限りであります。本日の晩餐会には両国のかけがえのない友好関係を政治、経済、学術、スポーツなど多方面から支えておられるリーダーの方々をご招待いたしました。皆様のおかげで今日の両国の関係があります。この場をお借りして感謝申し上げるとともにさらなる関係の発展に向けて引き続きお力添えをいただければ幸いであります。それではイングリッシュ首相ご夫妻、ご列席の皆様の一層のご健勝とご発展、日本とニュージーランドのパートナーシップの
さらなる発展を記念して杯をあげたいと思います。 Ladies and gentlemen, please rise. Cheers. イングリッシュ首相閣下よりご挨拶いただきます。イングリッシュ首相閣下お願いいたします。 Thank you Prime Minister Abe. Now I would like to ask Prime Minister English to make remarks. Prime Minister English, please. Ladies and gentlemen, konnichiwa. Can I thank Prime Minister Abe forwarm Japanese hospitality and also the warm words of welcome. 安倍総理にありましては、いただいたご歓待、また温かいご歓迎の辞、心より御礼申し上げます。日本式のおもてなしをいただいております。I'm very pleased that the rugby draw worked out the way it did, or it may have introduced some tension into my first visit to Japan.If the All Blacks in Japan were in the same pool. で、オールブラックス等につきましてはもちろんラグビーの世界の話でございますので、緊張は生まれておりません。I can recall as a very young boy going to the nearby provincial rugby ground to watch the Japanese national team play our local provincial team, and I'm so pleased to be able to come here.Representing New Zealand as Prime Minister to support Japan running the 2019 Rugby World Cup. ニュージーランドの小さな町におきましても、日本のナショナルチームが練習なさったところを私、見学したこともあるんですけれども、ラグビーについて。で、そういったこともございまして、今回、首相としてニュージーランドから日本をお訪ねすることができ、また2019年、ラグビーワールドカップを主催なさるお国に伺うことができ、とても嬉しく思っております。That is just one strand of a deep and long-standing relationship with Japan.これは長きにわたる、また非常に深い日本とニュージーランドの二国間関係の絆の一つであります。The other strands which represent the values that underpin our politics and our business, where we are, we believe in markets, open and liberal politics, an international, positive and outward looking international view, show how much we have in common.他にもいろいろ両国をつなぐ絆はございます。例えば共通の価値観です。こういった政治的またビジネスの世界を下支えしている同じ考えをお互い持っております。市場主義ですとか、またオープンでリベラルな政治ですとか、前向きな国際的な問題に取り組む姿などであります。We find ourselves perhaps unexpectedly, Prime Minister.Having to stand together to articulate these values in a world where we realize not that many countries share them. まあ、お互いの価値観を共有しておりますけれども、そういった価値観を共有していない国に対しましても、共に肩を並べつつ、一緒にアピールし合っていくといったようなことも形成されつつあります。And that's why it's so pleasing to be able to stand shoulder to shoulder.With Japan in promoting free trade through the TPP and showing leadership between us that will bring other countries along to realize the benefits of open trade and political stability in our region.まさに両国肩と肩を並べ合いまして TPP を介して自由貿易がさらに促進されますよう、お互いリーダーシップを発揮し合うということで、さらに域内全体に開放された貿易、そして政治の安定が広がることを祈っております。 It's the people to people contact that build on this relationship, and myself and our business delegation have enjoyed today thoughtful
warm and open discussions about a whole range of issues that are all about progressing forward together. 人的交流ももちろん重要でございまして、着々と構築中であります。本日も私を含めビジネスデリゲーションがいろいろな問題について、温かくかつオープンな気持ちでいろいろ討議させていただくことができました。So can I propose a toast to Prime Minister Abe and Mrs. Abe, to the Japanese nation and to the future of the relationship between New Zealand and Japan.それでは当例の乾杯をさせていただきます。安倍総理ご夫妻、また日本ニュージーランドのさらなる関係の進展を祝してぜひ乾杯いたしましょう。乾杯。乾杯。